うやらあいつがリーダーみたいだ。影武装待ちか。やれ。影分身の術わかった影分身の術はっちゃっはっはぁはっ影分身の術はっちゃっいくぞはっ影分身の術わかったわはっちゃっ連携攻撃のチャンスよはっちゃっ捕まる行くぜ連携成功だぜ大田なら戦団ここは谷だ奴を壁に叩きつけることもできるぞ影分身の術影分身の術影分身の術チャンスダンサー連携攻撃のチャンスだ捕まる行くぜよし、帰って報告だ。そいつらが誘拐犯なのか？そいつは違うな。こんな奴らにうちの住人が捕まるはずはねえ。旅人から物を奪っている単なる盗賊のようだ。誘拐犯は別グループと見て間違いないだろう。そんじゃ無駄したったってことか？いや、手がかりはあったぜ。誘拐犯の痕跡だと思われるものを発見した。痕跡？足跡だ。現場にあった足跡はギザギザの形をしていた。あの特徴的な形はおそらく湿地や沼地を歩くために改良されたものだ。それに足跡の中にあった苔、こいつはこの辺りに生息するもんじゃない。この苔を分析班に渡せば何かわかるかもしれねえ。それなら手は打ってある。すでにパックンを走らせた。分析結果もじきにわかるだろう。さすが加賀先生、最近入院してばっかだからボケーっとしてんじゃないかって心配してたんだぜ。俺そんな風に思われてたの？ほらナルト、加賀先生がボケーっとしてるのは入院したせいじゃなくて元からよ。元からおい、さくら、そりゃフォローになってねえぜ。俺の人間が。カカシ先生も大変っすね。ま、いずれにせよ任務は終了だ。里に帰るぞ。でも、いいんですか、この人たち。ああ、回収部隊を要請した。何せ数が多いからね。あれは木の葉の人中力。奴は元帥様の手によって葬られたはずなのに、なぜ生きている？まさか元帥様は無駄死にだったというのか？くそ、あたいは里を襲ったお前を絶対に許さない。この手で必ず仇を討ってみせる。バカだ、九尾の化け物は元帥が討ち取ったはずなのに、生きていたというのか？はい、キュービだけでなく、シャリンガンのカカシの姿も。ええ、この葉はこの上まだ夢隠れを襲う気か？ならば、
こちらにも考えがある。まさか三つ頭を。もしもの時は三つ頭の封印を解き放ち、この葉を殲滅する。それがどれほど危険なことか父さんなら分かってるはず。この葉だけでなく近隣諸国まで火の海になってしまう。何の罪もない人たちまで巻き添えにすることに。なのに三つ頭は里の守り神。わしだって他国を襲わせるような真似はしたくない。だが夢隠れを収める長として最悪のシナリオも考えておかねばならんのだ。父さん、それが天路に生まれた宿命なの、分かってくれ。ならば三つ頭の封印を解かなくてもいいように、あたいがあの人中力を打ってみせる。